こんにちは、てんてんこです。私は今東京に住み活動しています。日本も今コロナウイルスの影響でいろんなお店が休業になったり、学校も休校になっています。しかしその実態は保証などがない中でお店が自主的に休業しなければいけないという状況です。日本の政府の文化や生活に対する理解の低さにたくさんの人が今声を上げているところです。私も今はできる限りの署名に参加したり、自分の意見を持つように日々心がけをしているところです。
私にとって DIY カルチャーとは、私の中で一つの生きる希望なのかなと思っています。なんでかっていうと、やり続けることが私の芸術であり、DIY カルチャーは、完成することがないというところが美しさだと思っているからです。きっと私が生きているうちに自分が満足するものにはたどり着かないと思うんですけど、そのやり続けるっていうところが自分にとってすごい大事なことなんじゃないかなと信じています。私は去年初めてドイツに行って、素晴らしい経験や素敵な出会いをたくさんしました。今回は行くことはできませんでしたが、また必ず皆さんと再会できるということを信じています。 Thank you! ありがとうございました。So I think there's a good and a bad side of DIY and how it affects my work as an artist and musician. Of course, it means a lot of freedom that you can just like play around with stuff, just find stuff like bits and pieces of sound or even objects you can create like new instruments with. And it gives you like a unique access to the whole production process.And also control over it, which is something I believe is impossible once you're more deeply involved in the music industry. Is romanticizing DIY itself, because from my experience in the local art scene here in Cologne or also elsewhere, it's not an active decision that is made, but it's a necessity which is born out of precarious circumstances. So for me, DIY also means like working aloneIn your own room, not in a proper studio, without money and often without payment, with shit equipment that is halfway broken. And don't get me wrong, because I think there's a huge potential in all of those things too, but I think it also reflects a certain imbalance
in the music and art industry and business and reflects different classes and statuses in our capitalist society. はい、こんにちは。コピーです。DIY カルチャーが自分の芸術作品にとって何を意味するのかっていう質問で答えなんですけど、今まで15年ぐらい、バンドをやってきて、なんかカバーをするより、自分たちで作った曲、これって言ったものを作ることで、自分たちが感動したりとか、自分にとって今後大切な曲になったりしたっていう経験があるので、やっぱり自分で作るっていうことを大切にしています。でソロでもやっぱりその自分がこうわって心がこうなんていうんやろ、こう驚く、わってこう感動する情熱的な曲を作ることでやっぱり自分も喜びを感じるからです。だから自分で DIY で曲を作ってます。
で、コロナ、現在のコロナの状況をどのように感じているかっていうことなんですけど、まあ、この状況になって、仕事とかも休み、ライブも全部なくなりましたが、今の生活を、大切に丁寧にすることで心にゆとりが、できました。まあ、これからもっと休みになると思うんですけど、今、心を穏やかにして、今できることやれることをやっていけたらなと思ってます。例えば曲作りも心にゆとりを持って曲作りをするとまた違うものになるかなと思います。でこれからの、未来のために、やっぱり穏やかでいることが、いい曲作りにつながると思ってます。だから今コロナの状況はちょっと大変ですけれども、一人一人が頑張ってやっていくべきやなと思います。日本もね、結構辛い状況ですけれども頑張ります。ありがとうございます。コピーでした。おさ、今度見せていいの？ほんとキリン全然大丈夫じゃない。ぬるいな消えてる。あ、ごめん、テンコちゃん手振ってって言って、私が手振ってもちょっとおもろいやん今日は、うん、1人に来ても2人に